おはよう、公平。おはよう、夜明け。今日もポカポカして最高のお昼寝日和だね。うん、この温室も綺麗になって、あの頃以上に極楽だよ。ああ、そうだな。それじゃあおやすみ。また寝ちゃうのかよ。確かに、あの頃のここはひどかったな。ソイカのギュッと抱きしめて、ジ・アニメーション。この鳥かごと呼ばれる屋上温室はいつからか放置され、人が寄りつかない場所になっていた。あの日、僕は偶然開いていた扉を見つけ、人目がないのをいいことにここで昼寝をしていた。見るのはいつも同じ夢だ。真っ青な空をどこまでも落ちていく僕。落ちる夢は無力感の表れなのだという。具体的な目標もなく、地に足がつかない。そんな僕のつまらない日常にこの日、変化が訪れた。小さな寝息が聞こえる。それになんだか暖かくて柔らかい感触が。あ、誰だこの子は。さっきまでは誰もいなかったはず。サラサラで綺麗な髪だな。なんだこの思わず触りたくなっちゃうプニプニほっぺは。そしてこの暖かい。おはよう。おはよう。誰だっけ。はじめまして。僕は小津谷公平です。そう、私はね、枕じゃないよ。熊倉夜明けだよ。熊倉、どこかで聞いたような。ああ、うちのクラスの SS レア女子だ。新旧以来誰も見たことがないというスペシャルスーパーレアな謎のクラスメイトがどうしてこんなところに。 SS レア？いや、なんでもない。ところで、どうして君はこんなところに。それは私が園芸部部長だからです。えへん。園芸部って確か廃部になったんじゃ。廃部じゃなくて休部だよ。温室の鍵はこうやって私が。あれ、どこだどこだ。ここ。そんなところにあるはずないだろう。あった。嘘。いや、鍵が見つかってよかったよ。危ない。生徒会長？あら、私は引退してますから。もう生徒会長じゃないですよ。そうそう、ツバメは私の専用枕だから。生徒会長にタメ口っていうか、どうしてメイド姿なんだ。やば、教室戻らないと。公平、もう行くの。ほら、行こうよ。私はね、あのさ、私がいるときは鍵が開いてるから、いつでもここで寝ていいよ。そうか、わかった。ありがとう。お昼寝同盟結成ね。ここじゃなくてちゃんと家で寝てきなさいよ。はい。ちゆき。こうくん、どこ行ってたの。いや、ちょっとな。というわけなんだ。そっか、くまちゃん学校には来てたんだ。それにしてもお昼寝同盟か。私も最近ずっと寝不足なんだよね。ねえねえ、こうくん、私もそこ行ってみてもいいかな。よ、くまくら。へえ、こうなってたのね。公平、
まあまあ仲間は多い方がいいから。へえ、クマちゃんずっとここで一人で勉強してたんだ。一人じゃないよ、ツバメに勉強を教えてもらってるの。いいなあ、私も片桐先輩に勉強教えてほしいな。そうだ、今度みんなで勉強会しない？それはいいな、僕も最近成績落ちてきたし。私でよければお手伝いさせていただきますよ。いつがいいですか？あ、熊倉はどうする？嫌なら無理しなくてもいいけど。私も一緒に勉強する、仲間外れはやだ。それじゃあゴールデンウィークの初日に決定ね。場所はコウくん家。うちなのかよ。お邪魔します。おっちゃま。失礼します。はじめまして、妹のリクです。いとこの花津とアイカです。はじめまして。今日はふつつかの兄のためにお集まりいただき誠に。あら、リクさん、こんにちは。片桐先輩、どうしてここに？なぜメイド服？ああ、よくリクがうっとりした顔で語ってる水泳部の憧れの先輩って片桐先輩のことだったのか。熊倉先輩、斬撃の新人読んでるんですか？うん、新刊はすごかったね。まさか隊長が。ネタバレは許してください。人見知りの熊倉がちょっと心配だったけど、なんとか大丈夫みたいだな。こうして熊倉と片桐先輩だけだった寂しい鳥かごはだんだんと賑やかになっていったんだ。え、プールですか？たまたまチケットを人数分持っていたのです。面倒だよ。でもプールサイドのお昼寝ってのも案外気持ちいいんじゃないか？それは一理ある。まあお昼寝同盟の集いってことで参加してやろう。楽しみね。これは思ったよりすごい設備だな。コウくん、お待たせ。あ、チユキ、早かったな。お。どうかな、コウくん。すみません、夜明けちゃんのお着替えに手間取ってしまいました。やっぱり眠い。コウくん、何見てるの？あ、もしかして。いや、見てない見てない。皆さんすみません、お待たせしました。私、水着ってこれしか持ってなくて。すく水だって素晴らしい水着だよ。ありがとうございます。さあ、今日は思いっきり遊ぶぞ。コズヤさん、夜明けちゃんのこと本当にありがとうございます。え？これも全部コズヤさんと皆さんのおかげです。私一人では夜明けちゃんをあの鳥かごから出してあげることはできませんでした。温室が閉鎖に追い込まれそうになったあの時だって。僕たちは少し手伝いをしただけです。夜明けが自分で頑張ったんですよ。素行不良の学生たちが屋上庭園をサボり場にしていると情報が耳に入ったので改めに来たが、どうやら本当だったようだな。特に熊倉夜明け、お前は進級してから一度も教室で授業を受けていないそうだな。う、それと片桐先輩、あなたともあろう人がなぜ校内でそんな珍妙な格好。それはその。でも一応ここは園芸部の管轄なんだし。お、庭園を手入れしてるならまだしも、ただ集まってだべっているだけではないか。花は枯れ、雑草は伸び放題で全く見るも無残だ。だったら僕たち園芸部がこの温室を復活させます。そして一般の学生たちに開放すれば
問題ありませんよね。ほう、やってみよう、熊倉。私も手伝うよ。私も手伝います。私も。うん、私やる。面白い。ならば1ヶ月だけ時間をやろう。週に一度必ず私に活動報告書を提出するように。提出時間は絶対厳守。少しでも遅れたらこの話はなしだ。それと学生の本分は勉強だ。その義務を果たせなかったらここは即刻閉鎖する。サボりや遅刻は厳禁ってことだね。この1ヶ月長かったね。ああ、でもそれも今日この活動報告書を出せば終わりだ。あれ、どうしたの？ない、活動報告書がない。そんな、どこかで落としちゃったの？くそ、今から書き直してたんじゃ間に合わない。ごめん、熊倉。はい。え、熊倉。熊ちゃん、なんでここに？さっき庭園に忘れてったから。熊倉、お前。熊倉。本当に熊倉さんなの？熊倉さん、熊倉さんの席はここよ。みんな待ってたよ。あ、熊倉。ありがとう、熊倉。うん、よく来てくれたね。私、公平と一緒にいられなくなっちゃうなんて、そんなの絶対に嫌だもん。熊倉。慣れないことしたから疲れちゃったよ。ああこうやって公平を枕にするの久しぶり。あのさ、熊倉。ねえ、公平。僕、熊倉のことが。私、公平のことが好き。夜明けも疲れただろうし、今日のところは、うん、公平は私の枕なんだから帰っちゃダメ。あ、うん。真っ青な空をどこまでも落ちていく。毎日のようにそんな夢を見続けていた。でもそれはもう過去のことだ。おはよう、夜明け。おはよう、公平。